せーの、カピカピ。どうも皆さんこんにちは、カピタイムです。今日はなんとまさかのよくいやなんでまだ早い。ウーバーイーツで頼んだこちらのゴゴチキンさんを、はい、パッケージゴゴチキンアップアップ、うわー、うわー、おいしそう。じゃあ早速食べていきたいと思います。かな、うん、見てこの大きさ、めっちゃでかいよね。5ピース入ってんだこれが。そう、これはなんかプレーンだよね。プレーン、うん。じゃあまずそのままいただいちゃおうかな。はい、スタンダードなやついただきます。はい、いただきます。うん、うまっ、うん、うまっ。うん、一個はでかいのよ。そう、結構ね、うん、ボリューミー。まあ油くるみ、うん、ボリューミーって言ったら油ギトギトで美味しいね。褒めてるから悪口周りサクサク、うん、中は柔らかいブニブニしてて、で油っこくて美味しい。悪口じゃん。何？ハニーマスタードつけて食べてみます。ハニーマスタードってことは蜂蜜とマスタードでしょ。そのまんまじゃね、喧嘩ってんのかいただきます。うん、うん、うまっ。え、な、うん、辛くないの？辛くない、辛くない。うん、煮つけた方が美味しい。ほんと？うん、甘辛い。うん、マスタードの味がする。嘘だね、絶対嘘だ。もうちょっとしかつけてないから、絶対。本当だよ。本当じゃないよ、絶対嘘だよ。うん、味音痴だから。な、マスタードとかからしがあんま好きじゃなくて、でも美味しい。塩ね。うん。ん？なんかこの塩。うん、なんか違うの？うん。何塩？ん？なんだこの塩。なんか不思議な味がする。マジックソルトみたいな。本当だ。多分、普通の塩と味の素と胡椒を混ぜてるのかもしれない。うん。そんな味の素とは普通ダメだ。ごめんなさい。なんで？企業秘密かもしれない。ごめんなさい。絶対ないから平気。バラしちゃった。全然ないから平気。ごめんなさい。すいません、バラしちゃいました。うんうん、うんうん、塩つけるとより美味しい。塩っていうか粉。俺はハニーマスタードの方が好きだけど。ああ、なんか美味しいと思うよ、うん、ハニーマスタード。さっきの顔見てみない。はい、なんか美味しそうよ。皮は普通。うん、うんうん、ご飯これよく合いますわ。うん、なんか竜田揚げみたいな感じかな、これ。なんていうの、何、いただきます言ってなくない本当だね。まあいいじゃん、いただきました。まだ食べてる。じゃあこの大根食べますね、私。うん、うん、うまい。うん、これ何、浅漬けか何かなのかな。甘酢漬け。甘酢漬け、うん、何甘酢漬けって。今まで甘い酢に漬けてんだよ。砂糖入れたお酢みたいな感じ。甘酢だっつってんの。甘酢、黒、黒酢、黒酢だ。ずっと何言ってんの。甘酢だっつってんの。リンゴ酢みたいなやつ。まあ、ほんと料理やってる人ごめんなさい、こういう子なの。うるせえ、ほんとごめんなさい。謝ってじゃん。だってわかりやすく教えてくれないから。だから砂糖の入ったお酢だっつってるべ。あったあってんじゃん。リンゴ酢とか黒酢とか。最初言っても砂糖入ってるの。うまい。
構さ、料理やってねえちゃんと、うん、メロンちゃんが、なんでメロンちゃん最低、今日の主役よ映ってるか分かんないけど、うん、お肉が脂っこいからさ、うん、ちょうどお口直しにいいね、お大根。どうすんのこれ、大根じゃなかったの。でももう二人とも赤っ端で、うわ、はず。俺だけじゃないけど、いや、見てる皆さんも赤っ端で。なんで最低。ね、じゃあ次ね。はい。次は何、これ何や、ヤンニャム。ヤンニャム。ヤンニャム？ヤンニャムチ。あ、ご飯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 。ヤンニャムチキン？うん、ヤンニャムチキン。甘辛いタレに、うん、こう揚げたチキンをやって、上にピーナッツが、砕いたピーナッツが。クダピーね、クダピー。ほら、見て、こんなに滴ってる、あ、ニョムニョムが。辛、うん。甘辛いタレね。甘辛いタレ。いただきます。いただきます。これがうまいんだよね。うん、うん、うん。うん。ビミ。うま。うん、これはご飯が進むな。うん、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 味付けがめっちゃちょうどいいのよ。辛い、ま、後味はちょっと辛いんだけどね、うん、でも甘、ちゃんと甘さもあるから美味しい。甘辛い、結構辛いね、でもやっぱり、うん、この辛さはうまいんだよね。うん、辛いものって食欲進ませるって言うじゃん。うん、ああ、どんどんお腹減ってきて、食べれば食べるほど。ギャル曽根じゃん。ギャル曽根ってそうなの。なんて、食べてもお腹減るタイプじゃん、きっと。うん、ギャル曽根だわ。ギャル曽根の方が顔ちっちゃいよって。箸でそういうことやってたらダメでしょ。お母さんに言われなかった、ゆっこママ言ってあげて。出すな、出すな。4度目です。すぐ出すな、ママって言うから。ママって言うから出したらどういう。言ったの多分だけどね。うま。うん。うん、うん。意外と辛い、やっぱり。なんか、秋だけど、今、全然暑いもん、もう今。冷房ガンガンだもんだって今。24度ぐらいだもん、今。ねえ、10月に入りました。ありがとうございます。オクトーバーフェスって感じだね。すごーい。あんなに太平洋もわかんなくて英語が苦手なタークが。ごめんって。ごめんね。悪口だよね。完全に。太平洋もわかんない、英語もわかんないって。うん、うん、うん。あ、あの、私10月誕生日なんで、オクトーバーぐらいわかります。なるほどね、うん、でも3月生まれなんだけど、うん、3月は何？ジェリージュエジュエリーみたいなやつなかったっけ。あるよ、あるでしょ、うん、それ多分6月7月だと。3月ってヒント、最初の文字はヒント、ま、あ、はい、うん、まず、ありがとう、かすえさん。推し？もう、いいです。で、正解は何なの？マーチ。マーチ？え、5月じゃん、マーチって。5月はメイ。あ、メイ。サツキとメイでしょ？例えば。うん。だから何？ああ、だから箸出そう。ゆこママ？だから出すな。コメントに注意してやる。だから出すな。え、なんでサツキとメイなの？サツキって、うん、サツキバレとか言うじゃん、5月の、うん、それを名前に入れてて、もう一つは英語のメイン。だから2人とも5月って言う。え、5月生まれってこと？かしらね。5月生まれなんじゃん。リサーチ甘うまうるせえ。本当に本当に一度かにしていただいて。
辛いもの食べた後のもんね、甘い大根食べるのめっちゃうまい。なんかそれで対応してんだね。で、まあ、何を対応してんの？辛さと甘さのミックス、コラボレーション。よくわかんない。うん。私これ気になってるんですよね。おでん串なんか、どこだっけ、なんか韓国のどっかのどっかにあるどっかがどっかなんだって。絶対わかんない。んこれ上にかかってるのってハニーマスタードじゃない？うん、ケチャップハニーマスタードだよ。韓国で有名なおでんを揚げ物にしたんだって。ってことは、ゴゴチキンオリジナルってこと？多分そう。ほら、美味しそう。ね。ケチャップとマスタードがかかってる。すごい、これ。いただきまーす。いただきまーす。美味しい。何これ？わかんない。何これ？わかんない。わかんない。うん、キュッキュしてる。何これ。わかんない。ごめんごめん、もう言われないからか。なんか、ちくわの硬いバージョンみたいな感じ。何これ。食べたことあるな、絶対これ。ガンモドキの硬いバージョン。ちくわぶ。ちくわぶの硬いバージョン。いや、ちくわぶ結構硬いよ。うん。うん。うまい。なんかわかんないけど、うまい。美味しいけど、うん、見た目以上に重くない、うん、揚げ物だ。あ、揚げ物。まあ、こっちはほら、まあ、揚げ物だしね、うん。見た目通りの重さなんだけど、きっと、油も美味しいし。悪口。びっくり、これめっちゃ意外と重い。うん、多分噛むからさ、余計にさ、満腹になるよね。まあ、ならないんですけどね。しょうげないでよ、ペイペイ。ああ、お腹いっぱい。そんなの百発百中嘘だってわかる。百発百中嘘だってわかるってどういう日本語してんの？いや、ほんとに。どういう日本語してんの？どういう意味なの？全然わかんないんだけど。な、僕がそれは嘘だって言ったら本当に嘘でしたって、まあ、当たる百発百中当てられるぐらい。百発百中ではない。タープの中がいっぱいは嘘。うまっ。あっちが見えそう。穴が開いてるか。いや見えてるんですけどね。見えてる？みんなにも見せてあげるかな。そっちまで遠いな。足短いからね。うん、うん、うん。レモン。レモン。レモンじゃなくて。正直、うん、これ2本食べただけでもお腹いっぱいになりそう。じゃあ食べてもらって、俺これ食べるから。それは困る。だって美味しいもん。こっちも美味しいけど。嘘つきました。ゴゴチキンのメインおすすめチキン、食べるのチキン、これでお腹いっぱいになるのもったいない。でもまだもう一本残ってるからね。うん、なんかタワ君がね、異常に食べるのが早いのよ。じゃあこれ俺飲んでいい？いいけど。はい、結露拭いてます。なんかいつもご飯食べるとタワ君の方が先に食べ終わって、僕はその後ずっと食べてるっていうね。うん。これ結局何なんだろうね。無視無視。なんで？し、シルング、し、し、し、シリングサイダー。シリングって何？
レモン。うまいね。ASMR。 え？すごい匂いするよ。まあほら。何？サイダーって書いてある。チル、チル、チリ、チリシング。何これ。まあ分かる方コメントで言ってもらって。チーズ。何？あれ、あれであれ、なんだっけ、飲んだことある味。名前が出てこない。スプライト。スプライトみたいな感じ。美味しい。え、スプライトじゃん、これ。もうスプライトよ、これ。ちょっと甘いスプライト。炭酸が抜けてスプライトみたいになる。なんだろうね。新大久保に売ってんのかな。ね、ね、韓国のお店だと売ってそう。うん、まだ食べてんの、おでん串。10分ぐらい食ってるよ。たぶん食べんのが早くて、うん、僕は食べんのが遅いって言ってんじゃん。顔でかいのに。あ、あ、しょんぼりのかつみだ。ほら、みんな手振ってあげて、しょんぼりのかつみだよ。いやー、しょんぼりのかつみ。あ、パンチングかつみだ。パンチングかつみ。あ、マスクいいじゃん。最低。美味しい。え、新大久保最高。新大久保最高じゃねえよ、ほんと。そう、見てこれ、ずっと切り口汚いとこ、ずっとね、画面の中にね、お見せしてる。わかんない。ここしか映ってない。あ、なるほどね。え、じゃあメロン映ってないじゃん。映ってない。美味しい。メロン、ここにしとこう。あ、急なメロン。落ちる落ちる、めんだい、めんだい、それ埃まみれだから。そりゃだ。なんかかわいい、かわいい。メロン、名前なんてつける？メッキメロン、メロン。だって顔ついてるメロンだよ。眼球の眼に、論破の論に、パンのメロン。まとめてから発言してもらっていい？何パンのメロンってどういうこと？いや、パンのん？パンのん？何パンのん？パンって漢字がめちゃくちゃ難しいんだけど。調べていただいて。でん。出す出してもらって。絶対調べないから、みんな。そうだね。みんな、これがパン。めんどくさがりやだから、みんな。パンって出てこないかもしれない。え、あ、嘘ついた、そしたら。検索で。なんで？一般じゃないから。あ、パン、あ、パン。違うよ。味、味で。今のオフレコだから。オフレコ？じゃあ次。オフレコです。何、次って。もうあと食べるだけよ、黙々と。一応全部食、全部食べたね。え、食だった。で、こっからは、ただただ、はい、もぐもぐと食べます。そうそう、もぐもぐ食べて、会話しながら食べたいと思います。まあ、ここからは、ちょっと食べたら、もう来ちゃう、いった。冷めてもうまいんだよね、結局ね。うん、おいしい。脂っこいものはね、いつ食べてもおいしい。暑くても冷たくても。カロリーってうまいよ、ね。カロリー高いものは、なんかね。ちなみに今日の飲み物は、こちら。いちごオレ。ウーロン茶。すごいじゃん。中国と韓国と、イタリアのコラボレーション。なんでも、どれがイタリアか全然わかんないと。日本でいる、絶対。なんでイタリアよ。どこで発祥だかちょっとわかんないけどさ。日本じゃん。なるほど。うま。
これ全部食べられないな。YouTuber って下を向いて食べないんだよ、こうやってカメラに映んないから、こうやって上向いて食べるんだよ。でもここ今早送りだよ。何してん、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 いっぱい食べてるよ。サビちゃん、うん、あ、やってんな。4000だってやったっすよ。でも私は完食しました。早い。でもね、お腹いっぱいなんですよ、この子、完全にね。うん、やっぱこのデカさ、さ、うん、1人2個ずつは4個か。この大きさ5個だよ。この大きさ1人5個はちょっと多い。みんなさ、いっぱいになっちゃう。なっちゃうじゃなくて、なってるんだよね、うん。テレビの音声は消しといておく。丸聞こえたけど、テレビの音声は。横の中間。はい。はい。ということで、ということで、完食しました。完食しました。イエーイ。嘘でーす。やっぱり、ちょっとお腹がいっぱいになっちゃったかな。ちょっとじゃないでしょ。だいぶお腹いっぱいになってるでしょって。まあ、チキン1個とおでん。一本ね。まあ、俺は自分の分は全部食べました。はい。さすがでーす。デブ。さすがですって言ったらデブじゃないよ。そんな。ごめんって。ごめんって笑ってるっていうやつがさ、ごめんって思ってるわけねえだろって。かっこいいのかって。それではまた皆さん、次の機会に。はい。せーの。カピバイバイ。トゥトゥルトゥトゥルピュー。